腰につけてるの、それテンガですか？どうもガムリスということで、今回なんですけども、今現在ですね、僕がこれ持ってる武器わかります？赤く輝いてね、これエヴァンゲリオン、これ2号機みたいな感じなんですけどもね、こいつですね、まあ、シーズン1からこの COD モバイルプレイヤーたちを悩ませたと。もちろんですね、海外の人たちもかなりうざいうざいと言っております。当然ですね、このうざいっていうことも、NA45 みたいにさ、結局 NA45 ってあれ、どうにかできるじゃないですか。一応対処とかできるじゃないですか。一応ですね、この NA45 に関しても、その VTOL とかね、その核とかね、毎試合毎試合出せるかっつったら、そうでもないじゃないですか。でもですね、このアークティックなんですけども、シーズン1の時、こいつの場合、強すぎ強すぎって言われて、まあ、その、禁止されたわけなんですよ。実際にですね、この GGL とかそういう大きい大会とかでは禁止されているんですよね。なんでですね、強すぎるからっていう理由で嫌われているのは間違いないんじゃないでしょうか。だが、たかし、今シーズンですね、そのシーズン2のアップデートで、なんとこの武器弱体化されてるんですよね。はい、ここの修正内容を見ていくんですけど、バーっと見ていっての、はい、ここですね、アークティック壁貫通ダメージと、なんかそのストッピングパーリロードの足へのダメージを、なんか低下とか、なんかその結構弱体化されてるんですよね。はい、こんな感じ。このアークティックのストッピングパーリロード、見てください。これめちゃめちゃほら、マイナス効果があるんですよね。おそらくこの COD モバイルのアタッチメントで、これだけですね、マイナス効果が入ってるのは、こいつぐらいなんじゃないでしょうか。でですね、こいつを弱って思うところが一つあって、まあこれ反動もでかくなってるんですよね。バコーン、バコーン、バコーンと、めちゃめちゃこの縦反動が増えていると。で、ね、一番なんですけども、まあ、この修正前のアークティックってワンパンアークティックって言われてて、手に当てても足に当ててもワンパンって言われたじゃないですか。なんですけども、なんと足に当ててしまうと、バシコーン、85ダメージ、というような感じに、足に当ててしまうと、ハーショになってしまうんですよね。これによるですね、まあ、なかなかこのアークティックが弱体化っていうか、ほとんどこの DL ぐらいなんですよ。ね、このストッピングパワーリロードっていうめちゃめちゃ強いアタッチメントをつけてるのに関わらず、ここでもハーショっていうね、ちょっと、まあ、結構残念なこの武器となってしまいました。一応この手は、まあ、150ダメージということで、ワンパンできそうというような感じ。まあ、もう足にね、下半身に当てるなと、ってな感じの武器ですね。ちなみになんですけども、今回のアークティックのカスタムはこちらです。まあ言うてですね、基本的にこの ADS 速度を上げてみたいな感じなんですけども、サイトに関してはタクティカルスコープですね。で、これ豆知識なんですけども、はい、こっち。これわかりますけど、ほら、これ効果見てください。タクティカルスコープは5と、あと 2.5 なんですけども、こっちですね、3倍とかにすると2と4とか、あと他には、はい、4倍にすると3と 1.5 とか、あと6倍にすると2と1.5。あと6倍にすると2と1とかっていうような感じになってしまうんですよね。なんで一番効果がですね、大きいっていうのはこのタクティカルスコープなんで、エイム時間とかをマックスに、上げたいっていう方はこのタクティカルスコープがすごくおすすめです。ということでね、早速ランクマッチやっていきましょうか。ブチブチにするぞ。さあ、ということで早速、外役使っていきましょうか。よろしくお願いします。ということでですね、このマップでちょっと SR はいけないような気がするんですけども、救急内にね、ちょっとね、対応されそうなんですが、ちょっとどうしようかな。さあ、一旦ここの強ポジ見ていくんですけども、さあ、敵はこれ、SR いなさそうですね。あのポジから敵を、顔出さないっていうことは多分いないと思いますね。パッチコン、はい、お疲れ様です。さあ、今一つ、言い訳いいっすか。今もう4時間連続で撮影してるんですよね。今4つ目の動画となるんですけども、いや、マジでね、きつい。もう、なし、今回でランク待ちちゃうの。ってか、どこにいるこれ。怖いね。怖いね。お前、NA45 かよ、ほんまに。お前、なんか、SR めっちゃおらん、いないかと思ったらめっちゃいいねんけど。パチーン。一回下がっていって、さあ、俺を守ってくれ。さあ、多分これ、999か何か行きそうなんですけど、もう、相変わらずいいんだ。OK? ふっ。反射を？さあ、上がっていこうぞ、これ。さあ、顔出せ。さあ、俺こっから見しかいないからね、オッケー。いや、でもこれ、NA45 なんか変なとこにいねえよ。うん、いいね。しっかりこのハンドガンで対応していく。いや、いいね。時代はハンドガンですよ。もうマジね、メイン武器がダメやったらハンドガンで。助けて！なんで今当たったやんけ。ふざけんな、この野郎。弱体化じゃなくてもいいよ、お前。俺だ！邪魔見ろ！俺だ！邪魔見ろ！俺だ！邪魔見ろ！おもんなこのゲーム、マジで！誰がやんの？誰がやんの？じゃあ、あいつ、あいつよ、問題は、あいつ。とかさ、これ、壊せるよ。あー、ナイスナイスナイス。いいね、ありがとう。いやー、でもこれ、上がれないな、これ。とかさ、このマップで、この武器を持つのが多数、多分ミスやと思うんですけど、それは。多分ね、こっから。俺だ！来たー、これ。俺の発信機が勝ってるんですよ。
スタンプが上がってきそうなんで、ピンピンピン、オッケー。カットしてください、これしっかり。オッケー、かっちょいい。さあ、これ A も取られたんで、いや、ない。なんすか？でかい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 。これスパロー強くね？時代はスパローっすよ。ジャック・スパローに憧れて俺はちょびひげを生やしたんですよね。さあ、これちょっと、今の意味わからなかったね。さあ、これ B をしっかり。マジで。マジで。全然仕事できてないんだけど。てか、なかなかさ、これ NA よ、もう。これ相手2人の1位取ってんねんけど。12キルしに来る、自分。いや、お前ら頑張ってくれ、お前。救急内とか使ってる、頑張ってくれ、お前。てかさ、これさ、2回来たら、ほら、怒ってるぞ、これ、これ、NA さー、ところね。NA さーって言ってさ、お前、お前、お前それもなかなかやってるぞ。OK、ナイス。ここの強いような気がする。このね、これ、ほら見せないんかい。一回こっち行けない。気持ちいい。ふわっ、こいつマジで。ええ、顔出せやんかな。一旦これちょっと壊してきて。ナイス。おいしょ、よ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 いしょ。オーケー、これ4発にカットしていく。そして向こうが来てない？来ていますよね。いや、あれほっとくか。いや、これハンドがねえか。オッケー、お前、汚ねえぞ、トリップ前で、お前。NA も持って、さらにそれとかね、ふざけとっちゃうぞ、お前。いや、これ2回読むぞ。多分ね、2回でこれ NA を、おもんな、もうショットガンにこれ NA を、俺もいろんなやつが、これ外役パーティーでもやってるんですか、これ。外役分隊でもやってんのかい。ピーピーピー。はい、お疲れ様。いや、下打ちはやめてくよ。さあ、これ。顔出せ。ピーン。はっ。はっ。わっ。わっ。何が面白いねん、このゲーム。やめちまうぞ、マジで。ピーピン、ピン、はっ！うるるる、うるる、強っ、ハンドガンしか勝たん、俺。ハンドガン、ハンドガン。上におんねんな、これがな。いるんすよね、これ。お前、だから黙っとけ、引っ込んどけ、お前は。ずっとお前は、潜らさなきゃ、お前やっとけ。NA だ、これ。ただこれ置いていくか。これで NA 対策しての、さあ。もう、何？さあ、これは？オッケーいいね。ちょっと待って。ハンドガン動画なんて、うん。全然アークティックで切るできないっていう。やめていい、このゲーム、マジで。オッケー、ハンドガンしか勝たん。ほら、しゃ、もうついに抜けちゃったし、味方。ちょっと待って。勝つだから。元からね、勝つっていう気持ちでやってないね、これ。勝つっていうことじゃないと思う。今の試合は、多分どれだけ、その勝つかじゃなくて、どれだけ気持ちよくできるかというような感じの試合だったんじゃないでしょうか。ブチブチにするぞ！ということで、今回はアークティックだったんですけども、どうだったでしょうか。まあ、見ての通りね、そのかなり弱体化されてると、ってな感じ。まあ、その一回ですね、このガースミスが来てから、そのストッピングパーリードと実装で、体全体ワンパンできるやんみたいな感じに、めちゃめちゃこの注目されてたんですけども、さすがにね、これだけのこの、まあ、修正が来てしまえれば、まあ、きついんじゃないかなと思うんですけども、皆さんね、ぜひぜひ、まあ、言うてこのハイライズとか、まだ広いマップやったら使えるんじゃないかなと思ってます。ってな感じで、ということでですね、今回これで終わろうかなと思ってます。皆さん、面白かった、うまかった、参考になったっていうのは、ぜひぜひチャンネル登録と、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。